ここは山梨県のターミナル、甲府駅です。こちらは甲府駅の下り城内信号機。以前は身延線から下り本線への城内信号機が設置されていましたが、現在は撤去されています。身延線から中央本線への城内信号機は、進路表示器の左鍵が中線、右鍵が上り一番線となっています。下り本線の上り方出発信号機も城内信号機と同様で、以前は下り本線から身延線への出発信号機が設置されていましたが、現在は撤去されています。甲府駅の廃線と線路故障を見てみましょう。下り本線の名古屋型と上り本線の東京型では、分岐器の分岐側を通過します。また、中線と上り一番線は、身延線と中央本線の全方向からの進入、全方向への進出が可能となっています。身延線は、普段は身延一番線と身延二番線を使用します。ただし、新名の花火大会などのイベントにより、列車が増発された場合は、当駅終着の身延線の列車が、上り一番線を使用することがあります。ちなみに、ホーム番号の振り方に違和感を覚える方もいらっしゃるかもしれませんが、身延二番線のホームは、2010年7月まで6番線ホームでした。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。